こんにちは、草場ひろきです。今回はイランイラン精油で紹介いたします。まずはエピソードから。91歳女性、不整脈徐脈で入院し、死の淵をさまよい一命を取り留めます。娘夫婦はそのまま施設で介護が必要になるかもと覚悟します。最後の親孝行になるかもと入浴介護の時にアロマを使ってあげます。使った精油はお母さんが好きだったイランイラン精油です。イランイラン精油入りの入浴剤を作り、数週間お風呂に入れ続けてあげます。するとその後お母さんの脈拍がどんどん上がっていき、健康状態になり、退院するまで元気になりました。その後は娘夫婦のご飯の支度を手伝うほどに元気になられたようです。ちなみに娘さんはイランイランのことをよみがえりアロマというぐらい感動されてました。ではイランイラン精油の解説です。イランイラン精油は実際に不整脈調整作用がある精油として知られています。ただ入浴剤に使うだけでもこれほどの効果があるとは僕も思っていませんでした。徐脈だけではなく動悸などにも効果的な精油であります。またイランイラン精油は血圧を低下させる働きもあるので、一見徐脈には使わない方がいい精油に思われがちですが、複数の精油の成分を含んでおり、また不整脈調整作用ですので、高い場合は下げ、低い場合は上げるというこの調整作用を発揮したと思われます。以上、イランイラン精油の紹介でした。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。皆さん、動画を視聴していただきありがとうございます。もし動画を気に入っていただけたら、いいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録していただいたら通知をオンにしてください。では次の動画も楽しみにしてください。